1900年頃のバラキレフ、ミリー・アレクセイ・ビッチ・バラキレフは、ロシアの作曲家。今日では、作品よりも、ロシア5人組のまとめ役として知られている。ニジニノブゴロド出身。少年時代に、ロシアにおける、モーツァルトの伝記作家ウーリビチョフから、様々な、有益な音楽教育を受けた。18歳で、サンクトペテルブルクに上京。 大学で数学を専攻した後、ウーリビチョフの紹介で、ミハイル・グリンカの面識を得る。バラキレフを中心に、セーザリーキュイラが集まって、1862年に、無料音楽学校が設立される。1869年に、バラキレフは、提出宮廷礼拝堂の監督と、帝国音楽協会の指揮者に任命される。 指導者やロシア音楽のまとめ役としての発言力から、新たな運動の発起人という役割を得た。5人組ばかりでなく、チャイコフスキーもいくつかの表題音楽や、マンフレッド公共曲の作曲に、バラキレフの助言や批評を仰いでいる。しかし、1870年代からは、無料音楽学校の経済的な問題、演奏活動の失敗などから精神的に落ち込み、 1874年に無料音楽学校学長を辞任して以降ほとんど創作活動から遠ざかる。生活のためにサンクトペテルブルクワルシャワ鉄道で勤務したこともあった。この創作活動の停滞は結果としてバラキレフの音楽界への影響をほとんど失わせることになってしまった。1881年に 無料音楽学校学長に復帰して、以降ようやく徐々に創作意欲を取り戻し、未完のまま放置していた2曲の公共曲などの作品を完成させていった。1883年には、宮廷聖火隊の長に任命された。1910年に死去した時には、ピアノ競奏曲第2番などの作品が未完のまま残され、死縮していたセルゲイ・リャプノフにより完成された。 他の5人組の同人と同じく、サンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー、大修道院のチフビンボ墓地に埋葬されている。一時的に音楽界から身を知りていたこともあり、残された作品はあまり多くないが、ロシアミニオーの要素に基づき、作品は親しみやすい。代表作のピアノ曲、イスラムエは南極として有名だが、それ以外のピアノ曲は、 理想として思い描いていた、ショパンやシューマン、リストの影響を鮮明に示している。2曲の公共曲を残している。様々な音楽理論や、ドイツロマン派音楽に精通していたことがかえって、自発的な想像力を阻害したのか、5人組の指導者でありながら、同人のうち最も自筆で、最初の公共曲は完成まで33年の歳月を要した。 作曲の中断や改作も頻繁に繰り返された。世俗曲と同様に作品数は限られているが、無伴奏の聖教会成果も作曲している。近年、ケーネマン出版社から出版されたバラキレフピアの作品全集は、内容の良さと破格の安価であったことから予想外の注文が殺到し、一時期入手不可能になるほどのベストセラーとなった。 2004年現在はメルベのウェブサイトから入手可能である。ありがとうございます。